ですから戦争はしないと書いていったって、これはその戦争っていうのは起きるときに起きるんです、うん、それがそんなに遠くないところには迫ってると見た方がいいと思うんですね、うん、例えば東京都知事選挙で、はい、あの猪瀬直樹さんが出ていると、はい、猪瀬さんはあの尖閣を作るために15億円、うん、あの尖閣を買うために15億円ってお金、あの国民から献金を集めてある、はい、あれ彼のイニシアチブですよね、はい、それでそのお金を持ってる、それは船だまりを作ったり灯台の整備に使うっていうことを言ってるわけですよね、うん、おそらく今後自民党政権ができるんだったらその方向で話をつけるでしょう、うん、あるいは維新が政権に入るんだったらその方向で話をつけるでしょう、うん、そうなったら確実に武力衝突が起きます、うん、良いか悪いかは別として、うん、それ日本は勝ちます、うん、こういうようなことっていうのは都知事選挙の後だってすぐにでも出てきうる話なんですね、うん、その辺のところっていうのを外交評論家とかどの程度真剣に考えたのか、うん、外務省は分かってますね、うん、それですから外務省とあの圧力っていうのは相当出てくると思うんです、うん、ただ外務省に言ってるような事なかれ主義とはまた別のところで、私は戦いをやれば勝ちますよと、しかしその後の外交やその後の総合的な国益を担保できるんですかと、それだから戦争っていう形の解決には反対なんですよ、うん、なるほどね。これも先ほど冒頭でね、少しそういった日本のこの防衛力というか我々は強いんです、うん、ここの自己過小評価も自己過大評価と同じぐらい危ないんです、うん、強い国が力で物事を解決した場合、うん、国際社会のものすごい反発を受けるんです、うん、弱い国が暴れてるっていうのと話違うんですね、うん、北朝鮮は弱い国なんです、うん、箸にも棒にもかかんないんです、日本と比べれば、うん、日本の国力って圧倒的に強いんですよ、うん、それは防衛力含めてそうなんです、うん、メディアなんか絶対そういったの報道しないですよね。それだから強い余裕なんですよね、うん、ただ物事はものすごい怖いんですよね、うん、やっぱり戦いをやるときっていうのは、うん、あの一つは客観的な防衛力なり経済力かけるの二乗かける意志力ってのありますからね、うん、もし意志力がゼロになったらどんな国防力経済力あったってゼロかけたらゼロになっちゃいますからね、うん、俺は怖いから逃げるっていうのは、これはもう国民の体質ってなったら、これはもうダメですよ。ただそういうことにはなんない。それは去年の震災の時の我々日本人の対応をもう一回思い起こしてほしいと思うんですよね。あの時にやはりきちんと助け合うし、略奪暴動が起きるわけでもないと。そういうのが日本人の特徴ですから。だから日本を過小評価しないっていうこと、それと同時に軽々に武力行使になるようなことはしないと、うん、その方が国益だと僕は思うんですね、うん。